クラリオン株式会社は、フッツフォルシアグループ傘下の車載音共機器メーカー。社名は高音域のマキカ間の楽器クラリオンに由来する。本社は、埼玉県埼玉市中央区新都心に所在する。カー AAV、バス用の放送装置などが主力商品である。日産やホンダをはじめとする日本の各自動車メーカーや、日本国外では、PSA プジョーシトロエンルノ等へ、 純正ナビオーディオを OEM 納入している。2005年には Apple の iPod と連携したカーオーディオ VRX755VD を発売し、引き続き日本国内でも同様のカーオーディオやカーナビを発売した。日産純正カーナビでの iPod 対応型も発売した。2007年には 多様なメディアの再生機能や高い耐久性が評価され、米国で販売していた VRX935VD と VCZ625 の2製品がアメリカ航空宇宙局に採用された。カー AV 機器としては世界で初めて自動車と同じ 12V 電源を持つ国際宇宙ステーション内に取り付けられる。2012年6月には 自動車向けクラウド情報ネットワークサービス、スマートアクセスを開始する。バス用機器も事業の柱の一つで、音声合成放送装置や運賃表示器、行き先表示器、シンセサイザーカラオケなど多岐にわたる。特に国内路線バス向け、音声合成システム市場においては、約7割のシェアを持つ。かつては、家庭、施設向けのカラオケも手掛け、この販売、楽曲配給は、 BMB が行っていた。現在も歌広場等で、クラリオン製スピーカー等が設置されているのを見ることができるや第一交渉のダムもある。2002年からコンテンツ事業を開始した。ウェブサイト、携帯公式サイトも運営している。ムービアム、スマートアクセス、お名前鑑定団、キャンペーンガール、クラリオンガールを主催していたことでも有名である。 同社カーナビゲーションのガイド音声役でもある。シトロエン c 2に装着されているクラリ音声、カーオーディオ2010年発売のカーナビゲーションから、経路誘導時の音声を好みで変更することができるダウンロードボイスを展開。現在では、タンゲサクラ、松久美優、植田香菜、須崎あや、西安香といった人気声優を起用している。2015年のフランクフルトモーターショーで、シンフル。 デジタルサウンドシステムを発表し、2016年春より日本、北米、欧州、オーストラリアで発売開始した。2018年10月26日、日立製作所は東京都内で決算会見を開き、フランスの大手自動車部品サプライヤーであるフォルシアにクラリオンを899億円で売却すると正式に発表した。これによりクラリオンは 日立製作所の連結子会社から外れる。日立製作所は、ホルシア子会社であるエナプシス SAS が行う、株式公開買い付けに、保有するクラリオンの普通株式をすべて応募し、2019年3月1日に、エナプシス SAS による株式公開買い付けが成立。クラリオン株式は、同年3月25日付で、上場廃止となった。ありがとうございます。